来の未来の職場の舞台は青山国際教育学院日本語センターです。表参道に校舎を構え、3人制のきめ細やかなサポートが特徴です。嫌いですか？あ、この話が本だけ、うん、習うことがこの先生が一番嫌いです。この日本語を習いたい人は日本の習慣とか、このカルチャーとか、このいろいろな世界を知って知りたいです。こんにちは、私の名前はリュウジュンさんです。国は台湾です。好きな日本語先生は、一番大切は笑顔です。笑顔があるので優しいの感じですから、そしていろいろな日本語の文化が話することが、教えて、この先生は一番欲しいです。一番好きです。これは、私は日本語の文化は一番知りたいです。教科書のものじゃない、普通の日本語の、日本人の生活のことが知りたいですから、はい。私はイ・ヒョンテです。私は韓国から日本で来ます。私の好きな先生は学生がいることが知ってある先生です。イは先生の経験や JLTT の情報を話すことが私に力になりますから、私はこの先生が欲しいです。